はい、こんにちは。まあえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね、ミューズノータッチの機関車トーマスバージョンです。これはですね、何かというとですね、自動で出る泡のハンドソープなんですね。そう、すごいよね。これよくさ、イオンとかさ、ヨーカドーとか行っておトイレ行くとさ、こうやって手出すと自動でブーって出てくるじゃん、あんな感じだよ。あれが家でできてしまうわけですね。やったね。でこの機関車トーマスバージョンは期間限定ですね。何が機関車トーマスかというとですね、ここに機関車トーマスデコシールっていうのが入ってるんですね。だからこれをこのミューズのノータッチこの辺にペタペタ貼るわけですね。よし、ではちょっと開けてみましょうか。はい、パッケージの内側がですね、ちょっとした説明書になっております。はい、そしてこれがですね、ミューズノータッチ本体ですね。ここに、シールがあるね。これは後で自由に貼っていいみたい。シールはこれですね、上がトーマスとパーシーとジェームス、ちっちゃいのがトーマスとパーシー。そしてありがたいことにですね、このセットには電池があらかじめ付属しております。単三電池4本ですね。これが付属しております。そうだね、よかったよかった、それが泡っていうか接近だね。そう、これがミューズノータッチの泡ハンドソープってやつですね。ちなみにこちらですね、グレープフルーツの香りということですね。他にもグリーンティーの香りがあるみたいです。ではまずですね、ミューズノータッチ本体の下この部分ですね、この部分を外します。へっどうやって外すの。力そしたらここに電池を入れておきますね。そうだね。OK。はい。そしたらまたこのカバーをしますね。そうしましたらこのミューズノータッチの電源がオフになっていることを確認して、この石鹸を差し込む。カチッと音がするまで差し込むって。これまた硬い。あ、これか。カチッと。いったね。これで設置完了です。設置完了。そしたら電源が後ろにあるので電源をオンにしたら、もうこれここのセンサーに反応しちゃう、ウィーンって出てくるらしいよ。でもさ、その前にこのトーマスのデコシールを貼ろうか。トーマスはここ、一番前。あ、いいね。デコシール貼ってみましたね。正面にこの3台のやつよね。トーマスとパーシーとジェームス、で右側にパーシー、左側にトーマス、こんな感じだね。いいんじゃない、そうだね。これはさ、別にトーマスじゃなくたっていいわけだよね。なんかのシールがあれば、これどん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 貼っていけいいってことだよね。どん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 。じゃあちょっとオンにしてみていい、ちょっと緊張だね、ドキドキしちゃうね。じゃあ行こう、ちょっとオンにするよ。はい、下ここ光ってる。光ってる。ちょっとやってみていい、パパが。失敗か。もう一回やってみるよ。あれ、おー、出た出たしかもいい匂いする。いい香りだね。やっぱりグレープフルーツの香りするじゃん。いい香り、いい香り、いい匂い、面白いね。ちなみにですね、この泡なんですけども、このボトル1本これで250回分出るってことですね。250回お手で洗えるみたいですね。やった、いいじゃん。小さいお子さんでもですね、これ手が洗えるようになるんじゃないかなと思いますね。ちょっと流してくれよ。流してきて。この部分がどうやらですね、あまり防水加工がされてないので、ちょっとね、水回り気をつけた方がいいかもしれないです。で後ろに電源のオンオフがありますね。で後ろこんな感じになっております。もう一回じゃあやってみようか。電源をオンにして、そしたらここへ、おお、1回分出てくるんだね。素晴らしいね。ちなみにこちらなんですけども、 Amazon のレビューを見てみるとですね、この電源をオンにしっぱなしにしてると、ちょっとこうかざしただけでね、泡出てきちゃうとか、
なんかそういう報告があったので、もしかしたらですね、こまめに電源オフにしといた方がいいかもしれないですね。うん、だから本当はだからね、この後ろにあるものを取りたいのに、そしたらピューンブーン出てきちゃったら嫌だもんね。はい、ということで今回はミューズノータッチの機関車トーマスバージョンでした。